それではただいまより12月31日大晦日土曜日埼玉スーパーアリーナで開催いたしますライジン40のカード発表記者会見を始めさせていただきます。ファイターの皆さんからコメントをいただきたいと思います。宇佐美翔パトリック選手お願いします。はい、宇佐美翔パトリックです。大晦日ライジンで参戦ってことですごい自分も楽しみでベイノワ選手としっかり殴り合いができるんでしっかり倒したいと思ってるんで応援よろしくお願いします。おっ、板橋区成松から来ましたブラックパンサーベイノワです。ライジンファンの皆様ご無沙汰しております。1年ぶり昨年の大晦日以来の試合となるんですけれども、浩二さんに腕を破壊されてフェードアウトしてたんで何やってたのかなみたいな感じもあったと思うんですけど、しっかり MMA ライジンの舞台復帰に向けて練習環境も整えていただいて試合もザマッチ等出させていただいてちょこちょこ MC とかで出てご無沙汰感があんまりライジンにいないんですけれども、やっぱり僕はファイターなのでファイターとしてしっかり勝って最高の年越しを迎えたいと思っております。宇佐本くんよろしくお願いします。おっ、宇佐美選手に質問させていただきたいんですけども、対戦相手のベイノワ選手は打撃のスペシャリストでありますし芸人としても活躍されていますけども、 MMA ファイターとしてどのような印象を持たれていますでしょうか。まあ、そうですね、打撃の選手とは思ってるんで、まあ、別に打撃でも寝技でも勝負するつもりでおるんで、打撃で勝負するんやったらしっかり倒して自分をアピールできたらなと思ってるんで。芸人のとこ触れないですねまあ活躍してないです。いやもう正直言うと芸人なんかどうでもいいんですよね。まあまあそうです。俺試合一試合だけなんで、はい、勝ち負けだけなんで別にそんなどうでもいいんですよね僕は。はい、うん、自分は正直ベイノワ選手より全然優れてると思ってるんで、全てにおいて優れてると思ってます。はい、僕は動物的に僕の方が強いかなって思いますね。うん、もっとキャラが被ってるんで、本当ウサパト君が出てきた時からこれちょっとやばいなって思ってて、ハーフでストライカーで同じ階級で被ってんなって思ってたんで、サバイバルマッチだと思うんで結果を残さなきゃいけないと思ってます。おっ、生き残ります。先ほどベイノワ選手からウサパト君というふうにあだ名で呼ばれてたと思うんですけれども、普段から親しい仲なのでしょうか。いや全然知らないです。慣れこいな思いましたね。中途半端なんで、もうその中途半端するんやったらもうそっち行けやって思うし、やるんやったらしっかりやれやと思いますし、試合当日僕結果出すだけなんでしっかりやります。以上です。はい。